霊験についてお話しします。霊験とは、あの世にいる霊を呼び出し、その霊の言葉を語り下ろす現象です。世界宗教といわれる仏教、キリスト教、イスラム教も実は霊験から始まっています。これまでにこの世を去った数多くの世界中の偉人などが今何を考えているのか、メッセージを伝えてきています。また同様に、生きている人の深層意識へとアクセスする守護霊霊言も行われています。守護霊とは、地上で生きている人を導く存在であり、ご先祖や動物の霊などではなく、あの世に存在しているその人の魂の一部、言い換えれば本人の潜在意識であり、表面意識が建前だとした場合、守護霊は本音の部分にあたります。つまり、守護霊の霊言は今この世に生きている人の本音が出ていると言えます。